ませんか、ラジオを聞いてらっしゃる50代の皆さん、ね、40代の皆さん、なんかそう思って、ちょっと私的には本当にいい時代を過ごさせてもらってるなと。なるほど。はい、そう、なるほどって、もういい加減にしろよって言われてください。じゃあ、その、かわいい塾上、唐島みどりさん、はい、次、かわいい塾上としてセレクトする一曲は何になるでしょう。あ、もうそうなったらやっぱり、あ、これに行こうかな。幸せなんて。じゃあ、ちょっと。アルバムの5曲目に5曲目入ってます、はい、ちょっとセッティングしますね、はい、これちょっといい女系にぜひ聴いてほしい。私の中ではこれが、このシーンが中山美穂さんだったら本当にいいななんて思ってるんですけど。どんなにあなたを愛しアルバムラブレターから幸せなんて、はい、お届けしましたが、僕この曲知らなかったんですよ。実は私も知らなかったんですよ。で、有賀さんがね、はい、レコーディングされる、するときに、せっかく女性の声で歌うんだから、その小田さんの中にも女性の言葉で、そうです、男性かもしれないけど女性の言葉だとすごくフィットするし、もういくつかあるんだよっていうことをおっしゃって、で、この曲をピックアップしてくださって、歌ったんです。初めてでした。だからとてもこれ古いワインの匂いっていうアルバムに入ってる曲じゃないかなと思うんですけども。そうなんですか、うん、もう30年以上前の曲ですね。先ほどおかけしたイエスノーが我々の、まあ、ある意味じゃちょっと期待を裏切るような、うん、そういう良さがあったものだとしたら、うんうん、その今回のラブレターってアルバムの中には本当にそのオフコース小田和正さんの、名曲、はい、まあ、誰もが知ってる名曲がこうずらーっとこう並んでいる中で、うん、この曲は、まあ、小田和正さん、小田和正さん の、 熱狂的なファンであったりとか、うん、オフコースのファンの方だったらもちろんご存知なのかもしれませんが、でもね、知らない人も多かったです。そうそう、一般の方はね、はい、ほとんど実は知らないきっとそうですね曲じゃないかと思うので、唐島さんの曲として出会えたという感じがありましたね。そうかもしれないですね。だからそれは本当になんかこう、そうするとすごくしっくりやっぱり来るというか、なんかオリジナルとして聞けてしまったという感じはありましたね。まあ、私的にはもう本当に小田さんの名曲がいっぱいある中で9曲しか入れられないという中で、その中でこの幸せなんてというまた1曲をね入れなきゃいけないのかなって、他にもたくさんもう秋の気配とかワインの匂いとかもういっぱい入れたい曲があるのに、なぜこの曲をって思う気持ちも正直あるにはあったんですけれども、でもせっかくこういうアルバム作るのだから、小田さんのファンの方でももしかしたら知らないかもしれない曲を一個こう、うん、なんて言うんですかね、サンドイッチで言うとちょっとしたなんか、マスタードみたいなのがね、チピリッとちょっと入れたいなっていう気持ちもあって、あえて今回この曲を入れさせていただきました。いや、これ本当に、まあちょうどアルバムの中盤ですから、5曲目に入ってるんですけど、はい、まさにそうなんですよ。ちょっとチェンジオブペースも含めてワルツですしね。ああ、そうですね。なんかすごくいい感じで、聞かさせていただきましたけど、今ね、秋の気配、もあります。秋の気配は実は先週の酒祭りでは披露して、はい、歌いましたくださって、なんで納得して、もう入れないでいいやって納得したかというと、どうせアルバムに入れなくても多分私は人に言われなくても歌うだろうっていうのがあったのでそれでちょっと自分で納得して、今回はもう涙を飲んでこう省いたっていう感じなんですけどね。じゃあせっかくなんで、はい、今ちょっとアルバムの曲ばっかりかけようと思ってたんですけど、ここはその先日、はい、酒祭りで披露した、はい、酒祭りバージョンで、マジですか？秋の気配かけてもいいですか？怖い、怖いけど、もう本当に翼を風に休めてアゲインですから、はい、まあそこは私と館さんということでスペシャルにかけてみますか。じゃあお聞きください。公園、あなたの声。
小さくなる。僕は黙って外を見てる。目を閉じて息を止めて遡る。ほんのひととき、こんなことは今までなかった。僕があなたから離れてゆく。僕があなたから離れてゆく。黄昏は風を止めて、ちぎれた雲はまた一つになる。あの歌だけは他の誰にも歌わないでね、ただそれだけ。大いなる川のよう時は流れ、戻る術もない。こんなことは今までなかった。別れの言葉を探している。別れの言葉を探している。今夜この時間は、原島みどりインタビュースペシャル、翼を風に休めてアゲインと題しまして、パーソナリティ、原島みどり。はい。アシスタント、私、館秀隆で。やっております。お届けしておりますが。はい、当時、そのデビューして、だから2年目の時に、レギュラー番組、原島さんと、やらさせていただいてたんですけど、はい、本当に原島さんは、いっぱいいっぱいな雰囲気で、いつも。いつも本当に、なんか、まあ多分皆さんそうでしょうね。デビューしてしたての。しかも、彼島さんデビューして2年目ぐらいから、はい、そのタイアップとかがね、はい、つき始めて、で、ちょうど1990年の9月に、笑顔を探してっていう。はい、ああ、そうです。やわらの、アニメーションのエンディングテーマですか、はい。はい。が決まって、その後、今度は暮れには、はい、まあ、サイレントイブが。あ、そうですね。はい。発表されるんですけど、本当に原島さんもいっぱいいっぱいだし、本当こう、マネジメントの方もね、含めてね、はい、まあ、ここでは、あえて表谷さんとしときますけど、あえて表谷さんって、しときますけど、もう本当にね、いつもね、いっぱいいっぱいな感じで、本当にね、忙しそうっていうか、なんつうか、どう、もう、あわあわしながらですね。ああ、そうかもしれないですね。いつも。で、でも広島に、まあ、出身が広島の、はい、方だったんで、そうですね、広島に来た時には少しなんか落ち着いて、はい、プロモーターの人とに愚痴を言いながらなんかお酒を飲んでたという。そこは唐島さんがまたですね、唐島さんが冷たいんですよ。そのマネージャーさん、事務所の社長ですよ。
に対してなんかね、なんか年頃の女の子がですね、お父さんの靴下臭いっていうような感じでですね、なんかそんな目線でね、そんなことないですよ。いや、なんか冷たかったな。いやー、なんかね、私のまあ、まそのモデさんって言ってしまいますけど、もうそうですけど、私のそばにつく人って本当に主語だらけで、もうマネージャーが歴代飲むんですよ。で、マネージャーが飲まれると余計ほら、私としてはだから私がしっかりしなきゃみたいな気持ちになって、いいのかしらこの人、この後仕事もあるんだけど、こうヘベレケで足が千鳥だし足だけどみたいなことを思うと、ついつい目線がきつくなるというのが、まあね、昨日もちょっとそうだったかもしれません。そうですね、昨日っていうのが、ああそうか、確かにそうですね。僕ね、ミュージシャンの方、はい、気を使ってくださるミュージシャンの方たくさんいらっしゃいますけど、はい、あれだけですね、ミュージシャンが出てきた料理を自分で切り分けてとかスパゲティとかも全部こう分けてですね、はい、マネージャーにもちゃんと私は分けてきました。そうですよね、はい、でそれをさも当然なごとくに知ってて、マネージャーさんは、はい、やたらサッカーの話だとかですね野球の話、広島カープ、はい、盛り上がりましたね。ちょっとそこら辺反省してもらわなきゃいけないですね。でもねこれどうぞこちらにどうして唐島さんに対してそういう周知ができるのかというのを、そのマネージャーさん、現在のマネージャーさん本人からちょっと言っていただきたいと思います。はい、すいません、マネージャーの中田です。はい、まあ、こうやってマネージャーが、ちょっとだらしないと唐島さんが、すごくいい人に見えるというそういうふうに、まあ、見てもらえれば、これは唐島みどりのイメージアップになるんじゃないかと思って、僕はお酒を飲んでいつも乱れておりますね、ほら、このなんかボソボソした声もね、もう二日酔いっていうのをもう声に表したらこうなります。そう、今ちょっと酒臭かったですもん。でしょ息が酒臭かったです。申し訳ないです、本当に。だってあれですよ、もう全部言いますけど、はい、酒祭りの時に、はい、現れる時間に現れなかったですからねお二方なんか違う、なんかそこまで言いますか、ちょっとショートトリップされてましたよね。そうなんですよ、ちょっと僕のふるさと岩国ってとこあるんですけど、 そこにちょっとこう寄ってから、それから東広島の方に、またそうなんですよ、広島駅通過してね、なぜか、はい、いやいやいや1時間、いや大切ですよね。だそういう状況であってもこういい方に全てポジティブに変えられる力っていうのがですねそうなんです、その力はもう本当にマネージャーさんに蓄えさせていただいたっていうふうに言いますかね。そうですかね。本当です。昨日も本当にホテルに帰るとき、ね、お前らと早く別れたいんだみたいなお願いだから先に、お願いだから先に私を一人にしてちょうだいみたいな感じで、はい、ホテルのとっとと皆さん好きにやってちょうだい。本当に感じがですね、本当に可愛げがないどこが可愛い系熟女だっていう感じがするんですけど、じゃあまあそんな、はい、じゃあ可愛い系熟女の唐島さん、はいはい、もう一曲行きましょう。じゃあ可愛い系熟女の唐島的な歌を、愛を止めないで。優しくしないで、君